はよ。ブザビートありがとうございます。可愛く発見ありがとうございます。ブザビートありがとうございます。あ、沼にはまりに来ましたって、ありがとうございます。嬉しいですね。ね、昨日ハルチュン BB のサイン入り、何が届いた？サイン入りなんだ、ね、おはよう、ね、めちゃめちゃ眠そうねって。なんかさ、あれなんだよね、今日さすごく睡眠時間が、なんか睡眠時間がなんかあれなんだよね、変な感じなの。あのとね、なんだっけ、聞いてください。ね、家帰ってきて10時半、11時ぐらいに寝て、もう何もせずに寝てしまって、で4時に起きて、で、あのいろいろやって、あの寝落ちしたんですよ。で4時に起きていろいろやってまた寝てというね、繰り返しでね、ちょっとね、ちょっとね、あんまりね、寝れてない、寝れてるんだけど寝れてないみたいな感じのね、睡眠でさ、眠いですね。今日は何もセットせずにリップだけなので、めちゃめちゃなんかね、幼くない？わかんない、私だけだそれは。アオレで会えない、アオレで会えない、ピエンだね。今日はアオレ行くよって、ありがとうございます、嬉しいですね。昨日ガチャでハルちゃんの生写真当てたよって、え、嬉しい。サイン入りのやつかな、生写真って言ったらそれだよね、ガチャって。タオル、あ、タオル、サイン入りの、え、嬉しい、ありがとうございます。お疲れ、昨日疲れてありがとう。おはよう、もう現場行かなきゃだから挨拶だけって、今日寒いから暖かい格好して過ごしてくださいって、優しいね。お仕事頑張ってください、ありがとう、来てくれてありがとうございます。でさ、ねえ、サッカー、あ、サッカーちょっと見たサッカー見たよ。なんかさ、あれなんだよね、なんか全然ね、あの どことどこかやってるのか全然分かんなかったけど、どこだっけ、なんだっけ、サッカー見たんだよね、ちょっと。でも寝ぼけてたから何してるのか全く分かんなかった。アルゼンチンだっけ、アルゼンチンだっけ、わかんない、どこだっけ本当に覚えてない。なんかね、寝ぼけてね、ちょっと見たんだよ、携帯でさ開いてちょっとね見てたんだけどさ、わかんない。ね、おはよう、朝からこんなに可愛いなんてってありがとう、嬉しいな、嬉しい、ありがとうございます。うん、なんかちょっと髪まだ湿ってるわ、昨日ドライヤーかけ、昨日っていうか今日なのか、ドライヤーかけたんだけどさ、眠すぎてさ
もうここら辺しか乾かしてなかったらしく、毛先がなんか濡れてる今日も頑張ってありがとう、頑張りますね、今日も会えるのが嬉しすぎるって、私も嬉しいです本当に、ありがとうございます。ブザービートありがとう、ね、公演お疲れ様でしたってありがとうございます。昨日の公演での回、あ、黒板で小さくチュンズでいて書いて可愛かったって、え、なんかね、 誰かにね言われたんだよね、チュンズでチュンズでいて、あのスタッフさんかな、なんかねチュンズデーって言われて、で書いたんですよ、今日はチュンズデーだみたいなこと言われたから書きました。昨日の公演も楽しかったですってね、昨日の黒板じゃない公演もね、私も楽しかったです、ハプニングもありね、ハプニングもありすごく楽しかったですね。昨日のあれは変身ポーズは何してたか分かりますか皆さん、変身ポーズ、ね、前髪がさセットしてないから長すぎる、かゆい、なんかどこかね、昨日はこのお疲れ様でしたとありがとうって、こちらこそです本当にお疲れ様です、昨日はおはよう、昨日の余韻でしばらく生きていけそうって、あ、本当ですか、え、ありがとう、なんかうんね、お仕事を午前中で終わらせてアオレ長岡向かいますって、え、ありがとうね、嬉しい、おはようございます、昨日公演で今日は収録とイベント、売れっ子じゃんって、売れっ子じゃないですよ全然、全然ですよ全然、あのありがたいことにね、イベントと収録ですね、しかも私の冠番組みたいな感じのハルチュン BB、 あ、いや、あ、そうだよね、アルゼンチンだよね、うん、だってあの私メッシだけ知ってるんだよね、ね、アルゼンチンと、あ、クロアチアだったんだ、ね、私メッシだけをあの知っててさ見てたんですよ、なんかね小さい頃からねメッシは知ってたんですよ、ね、にわかなりにメッシだけは覚えてた、でもねメッシだけ覚えててもアルゼンチンっていうことは知らなくて、つい最近知りましたね、日本破ったクロアチアがあって、あ、ね、今日はスタメン出場ですかって、あ、そうですねあ、そうですね。ね、仮面ライダー、あ、なんで当てられちゃったの？ね、仮面ライダーのポーズだよ、昨日の。息合戦するとき、僕チュンも混ぜてチュンって。ね、混ぜる全然。あの、一緒にしようよ。雪合戦、本当にしたいんですよ、私は。したことなくて。ね。初見ですって、あ、初見じゃない方が初見ですだって、ありがとう来てくれて、あおれ長岡行きますって、ありがとうございます、一緒に応援しましょうね。はるちゃんから何レスかな、何レスね、何レスか分かんないけどレスはしましたね、何レスだ、はるちゃんレス多いからオレンジ振りたくなる、よきよきって、え、本当ですか、嬉しい、それはね、ぜひあの機会があればオレンジ振ってね、ね、ブザビートありがとうね、アルゼンチンの場所ね、え、でもね私ね分かる気がする、なんかさ
チリでさ一回だけやったんよね、アルゼンチンか。アルゼンチンはですね、多分ブラジルの近くでしょう。待って当てたん、当てるかもしんない。待って、当てた待って、今さブラジルの近くでしょうって言いながらさ調べたらさ本当に当てたんだけど気まずい本当にやばいね、本当に気まずいんだけど、え、なんで当てた今やばい、なんか今までチリの勉強しててよかったなって思った。選択科目チリにしたんだけどさ、めっちゃなんかすごいね、よかったですね。ここで発揮されましたね、アルゼンチンの場所はね。可愛い子発見ありがとう、おはようございますね、嬉しいです、ありがとうございます。テイ軍団ありがとうございます。あれなんかすごくね、すごくあれですね、なんか何分に終わったんですかこれは。おはようございます、おはようね。昨日の公演で完全に南川さんにハマってしまいました、助けてって。え、嬉しいなそれはね、全然それはいいことですよ。ぜひよろしければあの春中推しと名乗ってください。あ、仮面ライダーもたくさんいますがって、え、私もねちょっとわかんないんですよ。メンバーみんなであの仮面ライダーの名前は知らないんですけど、なんか仮面ライダーポーズって調べて一人一人ねこれにしようってねしたんですよ。だから私何のキャラクターかもさっぱりわかりません、本当にね、本当にわかんない。仮面ライダー見たことなくてね、何のポーズしてたんかわかんないけど、あの私のポーズはですね、どれだっけ、なんか仮面ライダーポーズってやるとね一人一人出てくるんですよ。それでなんかあのみんなでやったんですよそれを。ね、私のポーズどうだっけ。ね、すごくみんなどうでした？面白かったあれは。でリあれリリカだけリリカだけあれジャンプしてたね、リリカだけジャンプしてたね。マックスでペンライトの色普通に間違えて積んだって、え、絶対間違えてないよね。ね、間違えてないよね。なんか私びっくりしちゃったよ、あの目の前なんか A メロで目の前になったらさ、なんかいつの間にかなんかペンライトの色が変わっててさ、あれって思ったらなんか最後の最後ずっとオレンジだったねえ。ここでアルミが勝つ、見に行った日は負けなくなる、勝利の女神として称えられるというシナリオって、前見に行った時負けちゃったんだよね。勝利の女神になりたいですね、はるちゃんは。ね、おはようね、会ってた、ね、桜の花びらたちで真正面に踊れたのが嬉しかったなーって、え、私も嬉しかったです、なんか嬉しかった、目の前にいたよね。ね、当てていいでしょって、あ、当ててよかったね。ブザービーターありがとう、車で長岡も買ってるけど風やばいって、確かにね、ね、風やばいよね今日、なんか家が揺れてる、嘘です仮面ライダーハルチュンになりました。なんかさ、こういうポーズだったんだよね、あの足も入れないと分かんないけど、なんかこうやってさめっちゃなんかポーズだったんだけど、ね、ちょっとハルチュン分かんない、何のポーズしてんのか。
ね、リリカめっちゃ跳ねてたねってだよね、すごい可愛かった。あの練習の時からね、あのトーってやってた。もうめちゃめちゃビヨーンって跳ねてた。グッドモーニングって言ってありがとう。ねえ負けたんかいって。ねえ前の時ね、可愛い子発見ありがとうございます。今日も可愛いねってありがとう。ブザビートありがとうございます。おかげさまで昨日の公演で推しメン見つかりました。稲荷川さんすって、え嘘、本当ですか。え嬉しいんだけどね、これからもよろしくお願いします。もう南川推しを名乗ってください、ずっと永遠にだよ。家が揺れるとかサザエさんのエンディングじゃんって。確かに、えあれ家なんかさ、あれなんだ、家入るだけでさ家揺れるからさね、すごいよね、なんか迫力というか、ね、私前髪気になるんだけどさ、みんな気になってない？みんな気になってない？これ前髪なんか長すぎない？巻いてないからなんだけどさ、伸びたなって思う。ちょっとねえ、仮面ライダーポーズ DMM でDMM のアーカイブで確認しますねって、ありがとう、ね、今日夜配信なしなんだよね。うん、今日なし。あのね、あのバスケが21時ぐらいに終わるじゃん、あの予定では今のところの。だからなんかできるかどうかも分かんない。それであの何時に帰れるのかも分かんなくて、南川さんだからあのうん分かんなくて入れなかったです、配信予定を、ね、前髪長い気がするってだよね。俺も昨日の公演で南川推しになりましたって、え本当言ったね、それは言ったな、ね、南川推しになったんですね、それはね、それは嬉しいですね。ちょっとこれはあれですね、本当にあの南川推しとして今後接していきますね。じゃあ前髪可愛いから大丈夫、あ大丈夫、いやあのね切る予定はあるんですよ。違う、あのねでもね巻いたらねすごいいい長さなんですよ。あのこうやって巻いたらさめちゃめちゃいい長さでしてさ、切れないんですよね今。うん、なんか切ったら後悔しそうね。巻いたらめっちゃねいい長さになってさ、本当にねいい感じの女になるんですよ。でも今日は何もセットせずにリップだけというね組み合わせなので、こんなにあのやばいんですよね。まあ新潟の冬は毎日台風みたいになるからねって。そうなの？なんかさ新潟って雷もさすごいですよね。ハルチュン BB からプレゼント来たっていうことは今後ハルチュンを押してということかなって。えそうなんですよ、そうですよ絶対ね、ハルチュンを押してということなんですよ。配信できる時間には帰れないかもね。おはよう、可愛い子発見ありがとうございます、夜配信の件了解です。現地でハルちゃんを見れるので問題なしですって。ありがとう、嬉しいですね。それはみ斜めに流してるのも良かったぞい。あ本当ですか。私あれねなんか好評なのか分かんなくてやめてしまいましたね。あれは好評だったのかな。
ね、今日出た瞬間売店で南、あ、今日じゃない、間違えたやばいやばい、今日出た瞬間ってなんだって思ったら劇場だった、え、やばいやばい、雨がすごくなってきた、これ雨なん、劇場出た瞬間売店で南川さんグッズ買ってしまったって、いや、ありがとうございます。今の音雨なん、これ絶対雨じゃないよね、ね、あ、待って、ありがとうございます、もう南川さん推しですね、それは。え、ぜひよろしければ南川じゃなくてもいいよ呼び方、うん、おはよう、おはようございます、来てくださってありがとう、今日天気めっちゃ悪いから気をつけて寝て、 ありがとう、優しいお方がいるね、今日天気悪いらしいです ね、雷、夏と冬だよね、すごいよ ね、おしゃべり会東京会場申し込みましたって、え、ありがとうございます、嬉しいね、はるちゅんは嬉しいです ね、ぜひお話ししようね、たくさん、うん、何線かなこれ、何線、サンロッカーズ渋谷線ですか、ね、な、そういうことだよね、何線って、わかんない、これそういうことかな、今日撮影可能だからバックレス期待してますって、え、待って、撮影可能なんですか、え、初めて知った、それは、じゃあね、みんなにバックレスするわ、嬉しいですね、可愛く撮ってね、私ね、今日幼いでしょ、なんかね、今日幼いよね、だってリップだけだからだと思う、あの、いつもより薄いリップだから、なんか幼くなって、ママちゃん朝から天ぷら揚げてるって、じゃあ天ぷら揚げてないのよ、なんかいきなりなんかね、あの、雨が降ってきたですよ、ね、台所の音じゃないんですよ、雨がなんかね、あの、中にぶつかるとこんな音が鳴るんです、勝利の女神になる予定の人の配信はこちらですかって、あ、こちらです、こちらですね、風がやばい、今夜横浜に帰ってこれるか不安になってきたって、ね、大丈夫かね、今日ね、風邪やばいですよね、はっちゃん仕事戻るね、イベント頑張って楽しんでね、またねって、ありがとう、また来てね、お仕事頑張って ね、大阪も風強いの、雪なら音しない、そうなんか、試合中はオレンジ着ると思いますって、え、ありがとう、はるかさんおはようございますって、おはよう、ね、かわいい子発見ありがとう、ね、おはよう、撮影可能だから期待してるよってね、ありがとう、期待しててください、南川さんじゃなくてもいいの、西川さんって、あ、そういうことじゃない、あの、下の名前で呼んでっていうことなんですよ、で、南川ってね、あんまり呼ばれなくてさ、私慣れないんですよね、ね、18年間南川なのにさ、南川が慣れなすぎる、まだ、おはようございます、南川はるかです、可愛い子発見ありがとう、おはよう、昨日お見送りでありがとう、もう長岡に向かってるよって、え、ね、ありがとうございます、こちらこそありがとうございます、ね、早いですね、お腹空いたですね、ご飯食べようか一緒になんか話通じてない人みたい千代姫はいつから羽ちゃんの妹になったちゃんって、え、なんかね、ずっと前なんだよね、なんか初期の頃、初期というか、なんかね、なんだろうね、お披露目、あの、お披露目された後の1ヶ月ぐらい経ってから、なんか羽ちゃんって、羽ちゃんの 妹というか、妹に似てるって言われるようになった。上越新幹線は暴風雪でも止まらないから大丈夫って、あ、そうなんだ、じゃあ安心ですね、東京は風強くないけど寒いだけだって、あ、そうなん、
ね、新潟めっちゃなんか風強くなってきたね。今日は厚着しないといけない日ですね。霧雨って書いてある今日。あ、これあれだ。あ、待って間違え、長岡雷雨って書いてあるんだけど、今雷雨なの？なんか雪のマークもついてるけど大丈夫かな。18時頃から、ね、なんか天気悪そうですね。昨日オレンジ色のサイリウム見つけてくれましたかって、あ、見つけましたよ。ちゃんと見つけられましたね。いい加減慣れてってね、南川慣れないだってはるかしか呼ばれないんだもん。はるかだけなんだもん、いつも呼ばれるのが。だからもう、あのメールでは南川って書いてるチュンよ。だってあれだもん、慣れるために、慣れるために南川って書いてるんです。ね、ハーフタイムショーの夢叶えてきてねって、ありがとうね。今日叶えられる瞬間です ね、うん、ね、夢ノートに書かないと。マザービートありがとうございます。試合の前、午前中はジムで汗かいてラーメン食べてからねって。ラーメン食べたいね。職場についてはチュンチュン、またね、あおれでって、また来てね。ね、あとで会おうね。あおれで、あおれですよありがとうね。ずっと天気悪そうよねってね、今日ね。昨日は久しぶりに2列目で見やすかったって。あ、ね、確かにね、2列目でしたね。確かに確かに、うん、あのさ、昨日さ、なんか多分気づいてない方いるかもしれないんですけどさ、なんかさ、スカヒラの時にさ、スカヒラの時にさ、天井からさ、なんか降ってきたのさ、気づいた方いらっしゃいますか？ね、冬の雷雨は新潟らしい天気って、確かに大丈夫はないで、サイリウムはオレンジ好きなんでオレンジにしたのですかって。あ、そうです、オレンジ大好き人間で、え、でもオレンジ好き歴がね、あんまり短くて、高校入ってからオレンジめっちゃ好きになったんですよ。だからあのね、でオレンジ好きでオレンジにしたんです。そう、好き歴短いけど、昼間の雨が夕方から雪になるでしょってね、積もる降り方じゃないから心配ないって。あ、そういうのあるんですか、ね、おはようございます、アルビ勝つぞってね、今日はアルビ勝つね、勝つぞってね、今日のアルビビビのイベント楽しみにしてますって、ありがとうございます。あれ、来てくれるんですか、待って、来てくれるの、ありがとうございます。それは多分来てくれるってことだよね、ありがとう。ハーフタイムショーの時ハルチュン固定カメラ状態になるので見つけてねって、わかりました、見つける、頑張るね。あおれであおれてそうね、最近覚えた言葉ですね。ね、おはようございます。ね、リカ姫とチュン姫のスペシャル共演楽しみだチュンねって。ね、楽しみだチュンよね。ね、おはよう。おはようございます。パネル落ちてきたの DMM に映ってなさそうねって。あ、本当ですか？ね、ならよかったです。私さ、めっちゃびっくりした顔しちゃってたのでさ。ね、それがもし映ってたら、あのはるちゃんがあのめっちゃなんか目がん開きでさ、あの
もうみたいな顔してたのがさ、もう見られちゃってことだからさ、ね、今日体温高めだわ。今日さなんかわかんないけどさ36度6分だったね、びっくりしたよ ね。おはようございます、おはよう、おはようございます。定点で見てたからフリップ落ちたのしっかり見えたんだけど、どこから落ちてきたんやって、私もわかんないの。え、あれどこから落ちてきたんですかね、私もわかんない、なんかみんなわかんなくて、え、これどこから落ちてきたみたいな状態でした。自分もオレンジ好きでオレンジの車を買いましたって。え、じゃああれじゃない、運命じゃないですかそれはね。はるちゃんのこともどんどん好きになってね、オレンジの、オレンジきっかけでラーメン部のボーダーが落ちてきたねって。あ、そこまで見えたね。午前中仕事してから行きますよって、え、ありがとうね、嬉しいですね。じゃあ見つけるわ、見つけますね。おはよう、まだ仕事だから、またね、はるちゃん今日は行けないって、え、ありがとうございますね。またまたねだ、お仕事頑張って ね。そろっと仕事の準備でどうするっちゃんって、ハーフタイムショー楽しんできてっちゃんって、ありがとう、また来てね、お仕事頑張ってね、バスケットライブで見るねって、あ、ぜひぜひよろしくお願いします。でスカヒラの後後ろでどんな話になったのって、まずスカヒラメンバーが、え、あれどこから落ちてきたみたいな話になって、で、あの大丈夫かなみたいになってて、でもさ落ちてきたけどさ、なんかさ、なんか拾ってくれた方はすごいなんか落ち着いた状態でさ、ポンってさ触ってたから、え、怪我してないかな、あ、怪我してないよねみたいな話になって、あれはどこから落ちてきたんだって、もう本当にパニック状態ですね。高3組なんですけど、後ろにいたのは高3組でめっちゃ話してて、ね、なんかね、でもね、レリノは気づかなかったらしいなんかわかんないけどさ、レリノ気づかなかったらしくて落ちたことね。でもなんかあれらしいね、パニックでしたね私たち。なんかね、3人でびっくりした顔になっちゃった、なっちゃってたらしくて、で3人もパニックになって、あのその次ユーハの歌割りなんですけど、あ、だったんですけど、あのユーハもあのびっくりして歌割り忘れそうになったって言ってた本当になんかパニックすぎて焦りましたね、ちょっと昨日は。おはよう、これから長岡に向けて出発します、楽しみにしてるね、頑張って、ありがとう、楽しみだね、ね、嬉しい、またね、あおれで、あおれ、おはよう、ブザビートありがとうございます。36度6分で高いの、自分は平熱って、昨日ね、あのね、昨日の体温36度だったんですよとかね、あのいつもそんな感じなのに今日6度6分ですね、休憩中に安藤さんがお声掛けしてたけど、怪我なくて本当に良かったって、ね、本当に良かったですそれは、私もずっと心配でさ、なんかキスダメの時もさ、ちょっとね心配すぎて大丈夫かなってね、本当に MC の時とかもさ、ね、心配すぎましたね。でもね、パネルがね、なんかすごく軽いやつだったらしくて、だから良かったけどさ、ね、やばいですね。昨日の公演の余韻がすごくてドキドキして、夜も8時間しか眠れませんでしたって、めっちゃぐっすり眠れてるじゃないですか。8時間いいね。沼にはまりに来ましたって、ありがとうございます、ね、なんでそんなところにあったのかなって、私も分からないんですよね。分かんないの、体温高めなの筋肉に疲れが残ってるみたいだねって、そういうことなん、
自分もなんかゴソゴソしてるなって感じでよく分からなかったって。でも確かに場所的にじゃなく場所的にじゃないですか。で、はるちゃんのあの表情はレアでした、ありがとうございましたってありがとう。やばい、見られてた方には見られてたんかね。なんかさ、あれなんだよね、あれだよね、なんかさあのキスダメとキスダメとスカヒラはなんか両方とも笑顔でやる曲じゃないですか。なんかクール系とかなんかなんだろう、なんかセクシーというかなんだろう、そういう感じだったからさ、あれだよね。私さ、ユニットになるとさ笑えなくなっちゃうんですけどさ、なんか表情を作ろうと頑張ってたのに、昨日はめっちゃびっくりしたがさ顔になっちゃってたよね頑張ろう、ユニット頑張ろうって思ってさ表情作ろうと思ったらさびっくりした顔になっちゃったよ、ね、やばいよね。でも最近さね、そこに入りすぎてさ、表情に入りすぎてさ、あの歌割りを忘れちゃうというねアクシデントがありまして、ちょっとね、だからね本当にやばいですね、なんか飲み込まれちゃう表情に「うさびとありがとうございます」ね、場所的にね、そう。今日初めてバスケ見に行きます楽しみって、いやありがとうございますね、嬉しいですね、見つけるわね、ありがとうございます、本当に来てくださるのは。また会おうね。一部が終わって吐ける瞬間謎ポーズしてなかったって、謎ポーズ、え、私にとって謎じゃないからさ、何のポーズかな、私にとって謎じゃないからさ、何のポーズか分かんない、え、どういうポーズだった、何だろう、いや私いろんなポーズしすぎてさ何が謎だったのかが分かんないんだけどさ、待って、何だろう、おはようございます、おはようございます、あおれだあおれってね、あおれだあおれですよね、もしかしてだけどさ、じゃあ一回やるわ、じゃあ昨日のあの一部終わってやったポーズ、もしかしてだけどさこれですか、これではない、え、ね、これではない、ね、可愛い子発見ありがとうございますね、謎ポーズって、え、謎ポーズってえ、もしかしてこれのこと、これですか、これ、あ、それ一発で当てちゃった一発だそれだったか、違うんだよねそれね、あのカエルポーズって言いまして、あの南川遥のカエルのポーズなんですけど、なんかね、はるちゃんのね、カエルの絵がどっか行っちゃったな、描くかね、描けるかね、あのカエルのなんかカエルがね、はるちゃんのカエルがなんかね、カエルは俺で、あ、今でも俺には謎って、なんで、嘘でしょ、分かってくださいよ、カエルポーズね、ね、まさかカエルポーズのことか、ね、ちょっとカエル、え、描けるかな、はるちゃん、うん、はるちゃんのカエルってこれなんですよね、これでカエルで、このカエルってここの手を表してるんですよ、ここ
飛んでる風にピョンって飛んでる風にこうやってカエルポーズしてるんです。ね、そうカエルポーズですね。ね、幽霊じゃないですよ。パネルが落ちて落ちてもユニットも冷静だったからドッキリかと思ったんで、え、冷静じゃなかった。本当内心は本当に心臓が飛び出そうなぐらい本当にびっくりして、わーって言いたくなっちゃったんですよ。本当に本当に声出そうでしたね。でもさ、声出ちゃったらさ、もうそこはアウトじゃん。だから本当にっていう感じだったの。あの絵を見てカエルだなって慣れちゃったし怖いってえ、待って、あ、そうだ、そういえばさ、ね、見てください、あのパジャマでさめっちゃ移動するんだけどさ、ね、夢に出ていっぱい出てきそうなカエルってやだね、夢に出て、あ、でも夢に出てほしいですね、それは。待って、よいしょ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 、ですね、ね、夢にいっぱい出てほしいですね。ね、飛んでるんですよ、そう飛んでる、ね、これです、見てください、じゃじゃん、ね、Tシャツがはるちゃんの手に入りました。カエル、え、可愛くない、これワンポイント、これ可愛いなって思う。ちょっとさ、画面越しじゃ本当に分かんない、ほら、え、可愛い T シャツ出来上がった。で、南川 T シャツです、初めての生誕 T シャツって嬉しいんですね、こんなに。で、昨日の公演アンケート MVP は安藤さんにしましたって。安藤さんなの、おたまじゃくしみたいって、なんで違うよね。ワニーに唯一対抗できるハルチュンのカエルって、アイニャンさんの、え、対抗できるね、ワンポイント、そうワンポイントです。昨日さ、これ昨日ねもらいまして、これを昨日ねもらいまして、あのハルチュン公演終わってからずっとこれ着て、家に帰ってくる時もこれだったんですよ。パーカーの上にこれを着てて、ね、これをねずっと着てたんですよ。もう南川遥か名乗ってました、めっちゃ。ね、本当に嬉しすぎて南川遥か名乗ってた、ずっと。ね、後ろもさ、なんかかっこいい、ほら全然見えてなかった待ってほら、かわいい、かわいいですね。あ、なんかついた、なんかついた、パジャマかな、パジャマのモコモコがついたね、王冠いい感じだよね、すごくかわいいですね、これ。すごいバースデーの表記が合っててよかったです。バースデーさ、ね、かけた。今日はもちろんそれを着ていくんだよね待ってね、アルビーさんの T シャツに間違えられちゃうかな、はるちゃん。ねえ、ぜひぜひ。ねえ、かわいい子発見ってありがとう。これでオレンジ軍団リターンズ確定って。ねえ、でもたくさんの方買ってくれてるのかな。ねえ、買ってくれてたら嬉しいですね。ポチってくれてたら。後ろの数字たくさん増えるといいねってなんかちょっと悲しいことを言われちゃった。まあ確かに後ろのね文字ね、数字ね増えるといいね。じゃあね、やべえって言われてるんだけど、なんでよ、なんでそんなこと言うのよ。パーカーの何とかなんだろうね、最初は引いたけど見慣れると可愛いカエルって、なんでさ引かれてたんだ最初、やだね。結構目立ちますねこれ。なんかはるちゅんさ、なんかね
はるちゃんさあれなんですよ、レッスン着とかさ黒とか白のさ人間だったんですけど、あのレッスン着に着ようかなって思ってて、オレンジ、このオレンジ目立つかな。でも間違え、あのレッスンでさダンス間違えたらさもうバレちゃうよね、オレンジだったら。こっそりそれ買いましたよって、ありがとうございます、嬉しいです、ありがとう。ね、今でもドン引きとか口が裂けても言えないってやだね、ドン引きって言わないでください。今日歌唱力締め切りですねって、あ、そうらしいですね。あのはるちゃんもあの申し込んだのでよろしくですね、はるちゃんも申し込んだので応援よろしくです、頑張ります。鳴き声とかあるんかな、そのカエルさんって。あ、可愛い言い方するね、カエルさんって。鳴き声ですかね、あると思います。あの鳴き声はですね、チュン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 。そのカエル初めて見た時アザラシかと思ったって。え、アザラシかね、なんでなんで、なんだよね、練習で間違うならいいんじゃないのって。確かにね、ゲロ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 って。歌唱力のユニットはどうなってるって。なんか私の口からあの言っていいのか分かんないけど、ね、いい感じになってる、ね、チュンチュンはスズメって。あのこの子ね、こういう見た目してね、鳴き声がゲロゲロじゃないんですよ、あのチュンチュンなんですよ。あれチュン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 って、あ、ブザビタありがとう、下校って。あ、待って、本物のカエルにされちゃう、それはね、チュン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 みたいな、ハルチュンだからそのチュンをね。おはようございます、おはよう、ブザビタありがとうございますね。新種じゃんって。そうですよ、そうそうそうなんです。いい感じなら発表されるのを待ってますねって。ねえ、いい感じなので待っててくださいねえ。多分カエルではない何かだねって。え、カエルなんだよ、カエルです、これは。でも鳴き声がなんかこの子だけチュンチュンなんです、ケロケロって。あ、ケロケロって可愛いね、その感じ、うん、ブザビートありがとうございます、いい感じで。なんかわからんが頑張ってって。あ、頑張ります、頑張ります。だんだんハラハナパッカーに近づいてるぞって。え、え、嘘、いつも元気なチュンチュンですってさ、なんかさあれだよね、あれなんかいつも元気なワンワンですって、なんかさお母さんと一緒だっけ、いないいないばあだっけ。あ、それ間違えちゃダメだな、いないいないばあかで、あったよね。非常食じゃないんですよ、これ非常食じゃない、これをこの子は食べれません、食用じゃない。あ、そういえばさあれなんだよね、あのさみんなにね言いたかったことあってさ、なんかね、なっちゃんからね、なっちゃんからこれもらったん、水津なつきちゃんからね、このねあのぬいぬいかわいそうもらっちゃったん、かわいくないこの子。なんかさあれなんだよね、春がカワウソ好きってさなんか言ったじゃん、あ、ショールームで言ったんですよ、ショールームで言ったんですけど、そしたらねそれを覚えててくれたみたいで、カワウソ売ってたから買ったよって、でなっちゃんにさプレゼントしてもらったね。ぬいぬいじゃん、今日のぬいぬいはって待って私ちょっと鼻になっちゃった、笑顔の花咲かせますって
ね、そっくり嘘どっちがはるちゃんって待ってえ、ま、こっちなんだけど、え似てる、え似てるの、似てるね、つい美味しそうって書きそうになったってなんでやねん、やだね、名前何にしよう、カワウソに、夏木にしよう、カワウソ、カワウソの名前夏木にするわ、じゃあ、うん、夏木にする。あ待って、ランキング読まないと、13位、今日もランキング読ませていただきます。13位からいきます。13位ギバチュン、ありがとうございます。12位リョウチュン、ありがとうございます。11位カズヤとハチマキのひとちゅん、ありがとうございます。10位ビールバラチュン、ありがとうございます。9位ボンチュン、ありがとうございます。8位チッチチュン、ありがとうございます。7位ハコウシチュン、ありがとうございます。6位ハルチュン、ありがとうございます。5位カロキオシチュン、ありがとうございます。4位チーボー、あと今日もよろしく、なんて書いてんの、あ今日もよろしくですだった、今日もよろしくですチュン、チーボチュン、ありがとう、ありがとうございます。3位ジェイソンチュン、ありがとうございます。2位酒井秀一チュン、ありがとうございます。そして第1位はトゥルルルルルン、南川ゴーチュンです、ありがとうございます、ありがとうございましたね。え待って、重い女って言わないで、夏木って名前つけたら、ついにチュンの本体登場って、あこれチュンにする、名前かわいい、この子チュンにしようかな、はれありがちゅんって、ありがちゅん、いつも元気、元気ってね、元気です、あカワウソか封印されたナツリンを使ってあげたらって、あありだわ、それあり、もうナツリンにするわ、じゃあナツリンにする。今から青レに向かいます、またねって、またね、私も青レに向かいます、青レで青レですよ、気をつけて長岡まで行くんだよって、ありがとう、気をつける、これから二度寝しますって、あいいね、ね、おやすみなさい、ありがちゅんファイトって、ありがとう、天気やばそうですが気をつけてって、え、ありがとう、ありがとうございますね、皆さんも気をつけてくださいね、またね、また来てください、配信ありがとうね、また後ほどですね、ありがとう、あおれであおれ、またね、ありがとう、お仕事頑張ってください、学校も頑張ってね、バイバイね、楽しみます、バイバイバイバーイ。